秋田市中心市街地の話題をお届けする街中応援委員会、本日の話題はこちら。毎週水曜日限定のおにぎり専門店、おにぎりおむすびおめぐりということで、おにぎりおむすびおめぐりから店長の鈴木のぞみさんにお越しいただきました。鈴木さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速お店こちらになります。写真ご覧ください。はい、シェアキッチン亀の町アップトゥーユー、ここの店舗というか、はい、借りてやってるんですか。そうですね、はい、あのシェアレストランっていう形で、うん、あの週ごとに、うん、あの昼夜分かれて、あのそれぞれ、はい、お店が入ってるっていう形なので、お、はい、いろんなお店がじゃあ変わって入ってるんですね。はい、うん、なので私はそこの水曜日のお昼の時間帯をお借りして、うん、おにぎり屋さんを始めました、うん、はい、はい、おにぎり屋さんって秋田であんまり聞かないですよね。そうだね、うん、あんまりね聞くことないですけども、うん、水曜日のみ開店してるということで、これなんで水曜日だけなんですか。私がオープンするときに1月11日にオープンがしたくて、うん、お、それはなんで。いや、私誕生日が11月11日なんですけど、うん、そう、それであの1並びがすごく好きで、うん、そしたら急遽、空いてるので、うん、じゃあそこでお願いしたら水曜日だったんですよね、はいはい、いつから開店したんですか、これお店は。1月、うん、今年の1月、それこそ11日から、はい、オープンしました。あ、じゃあ1月からだから、まだいろいろ試行錯誤しながらって感じですね。そうですね、はい、どうですか、実際開店してお客さんの反応とか。いや、すごく好評いただいているのがすごくありがたいのと、あとはお客様が皆さんすごく優しくて素敵な方ばっかりで驚いてます。嬉しいです。客層がいいんですね。めちゃくちゃ良くて、はい、嬉しいですね。年齢層とかその男女のあれ比率とかってどんな感じですか。そうですね、うん、やちょっと男性が入りづらいのか、あ、そうなのか、女性の波に押されているというか、あ、はい、そうなんだ。はなちゃん、おにぎりはどうですか。大好きです。まあ、好きでしょうね。好き、大好き。ああ、好きそうだもんな、うん、もしかお店も、うん、今ちょっと分かるけど、分かった、あそこでしょ、お寿司屋さんが入ってたら、あそこ違うわ。ちょっと違うようですね。あら、そう、うん、ほら、南ドルも全然変わったからね。確かにね、昔と違ってね、はい、昔の映画館時代しか知らないから。ああ、古いね。分かるよ、でもあの周辺のね、うん、あの周辺です、うん、はい、女性客が多いですね、はい、そうですね、まあ、男性もはい、ちらほら来ていただけるんですけど、やっぱりちょっと女性のお客様が多いせいか、うん、男性がイートインでご飯、おにぎり、はいはい、食べてるところはちょっと一人の男性の方は、はい、ちょっと待ってるのがちょっと居づらいのか、うん、結構電話で、まあ、ね、いや女性が多いところでね、ちょっと待ってるのって結構気まずいとこあるんで、結構外で待たれる方が多いですね、なるほどね、はいはいはい。おめぐりの、ちょっとメニューとかをお聞きしたいんですけども、何種類ぐらい今おにぎりあるんですかね。そうですね、お米が白米とまず玄米が選べるんですけども、うん、その中で、基本のメニューが10種類ですね、うんうんうん、で、その他にその週の週替わりというか特別メニューとして5種類ぐらいがあります、ね、結構いろんな種類がね、なので全部で15種類ぐらい、うんうん、ありますね。具材とかもやっぱり こだわって。そうですね、うん、できれば秋田に関係しているものがいいなと思って使ってはいますね、はい、なるほど。お味噌汁とかも一緒に売ってるんですね。そうです、うん、お味噌汁がすごく皆さん美味しいって言ってくださるんですけど、具だくさんで、うん、お野菜がたっぷり入ったお味噌汁で、いいね、それこそ毎週お味噌が変わります、うん、はあ、変わるんだ。食べるとこもあるんだ。そうなんです、うん、テイクアウトもできるし。はい、そうです、あ、いいですね。味噌汁もこだわり、毎週変わるんですね。そうなんです。おむすびときたらやっぱり味噌汁だよね。そうですよね。そうだな。でなかなかおむすびだけだと、うん、こう野菜とか取れないじゃないですか。あ、確かに。なので、うん、お味噌汁で発酵の味噌とお野菜とで、うん、
もうあそうかそうか OK みたいなちょっと写真映えもしそうだからやっぱ女性人気っていうのはすごいわかるですね。いや、うん、ありがたいです。やっぱりおじさん一人でね困ってるといやいや全然まあ悪くはないですけどね、うん、ちょっとあ誰かと食えばよかったなっていうなるかもしれないですねわいやでもいいですね味噌汁飲み物を ねこだわりがあってポタージュとかもあるんですね。そうですねポタージュも、うんまあ、そんなに数はお味噌汁ほど多いではないんですけど、うんうんまあ、そのお野菜を使って、うん、旬の野菜を使ってポタージュっていう形でポタージュポタージュ分かった分かりましたか、はいはい、味噌汁要は味噌汁ポタージュ、はい、あいいですね、はい、おにぎりの写真ありますのでこちらもご覧ください。はい、あ美味しそうです ね、 いいですね。これがまたたまらないこのいい、ね買ったさ、うん、食べたさ、うん、まあちょっとこう横についてるのも美味しそうかな、大きな、うん、でっかい、うん、あ彩りがまたね、うん、いいですね。ありがとうございます。これ左塩辛ですか。そうです。塩辛のクリームチーズと一緒に。あクリームチーズこれもすごい人気ですね。すごい美味しいです。いいですね。これ鈴木さんが考えるんですかそのメニュー。そうですね、あもうこういうのをちょっとやってみようとか試行錯誤して、はい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 、私が食べたいものを出します。あそれは間違いないですよ、うん、あら美味しそうですね。いいですね。うんうんうん、食べたいねちょっと待っててくださいね、はい、もしかしたら今日は出るかもしれないで試食がね、はい、はいね、はい、こちらがねこの具沢山のお味噌汁。具沢山のお味噌汁、うん、そうですね。お店だとあのおかわりもできます。ああ、うん、いいですね、はい、うんはい、美味しそうなおにぎりですけどもお米にも非常にこだわってるということでどんなこだわりがあるんですか。そうですね、うん私としてはやっぱりその秋田県の、うんま、農家さんだったり生産者さんを知ってもらうきっかけとかになればいいなと思ってるので、うんうん、玄米に限ってはあのちょっと決まってるティーファームさんっていう自然栽培で、うん、あの育ててるお米をささみ式、うんなんですけど、うん使わせていただいてるんですが白米に関してはやっぱりちょっといろんな農家さんのことを知ってもらうきっかけっていうことで、うん、あのその週替わりで違うお米を使わせていただいてますね。はい、毎週変わるんだ。そうですね。玄米が土鍋で炊くということで。はい、あいいっすねやっぱり土鍋の方がね、うん、相性がいい。玄米ってねすごい体さいいんだって。いいよね。あの、はい、あの研がないんじゃね、精米しないお米だよね。そうですそうです。はい、精米しないで、うん、取りたての、うん、米。そうですね、うん、あのお米の栄養全部詰まった。そうそうそう。はるちゃんも玄米はよく食べます。食べたことないですあないんだ、はい、意外ですね。ぜひ、うん、ぜひじゃあこのおにぎりでいやおにぎりは大好きでもね、うん、割とおにぎりって、うん、あのご飯と あるんで、あ違うなんていうのおにぎりってご飯余計盛りだよな。いや例えばおにぎりってこう粒、うん、それからちょっとご飯って握り方ね、なまたちおにぎりってママ食うのちょっとママが話がだな、うん、ちょっとおにぎりとママがたくさんいるってこと、はいはいはい、ああ米がいっぱい必要だと。そう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 、だそうだよ、ね、握り方とかって全部鈴木さんが。そうですね、あの一応 あんまりこうギュッとは握らないでふわっと握るようにはしてます。そうかそうか、はい、あのみちっとならないように。もう米こんなに大量もおにぎりにすればね、はい、ちょっとそんなんな、うん、うん、そのこと言ったか。なあ分かってる分かってる大丈夫なんか男を握るおにぎりってもうにってやるんだよなあれ。そうすればねあんま美味しくねえの。そうなんか、はい、みちゃっとするんだよな。そう、うん、なんかもう気持ちがこもりすぎてる。そうそうそうどうせ俺しか食わねえべっていうやつでギュッとやってそうママいっぺんこうギュッとかなんだ塩も多くしてしまって、まあ、それ昔だよな。まあ昔だすな、うん、それはそれで美味しいですけどね。まあね、うんうん、じゃあ結構苦労しましたか今のこう理想の形というかそこまでたどり着くのって。そうですね、うん、はい、準備期間中はもう、うん、
私普段玄米なんですけど、やっぱり白米の方が、ね、皆さん需要があるので、白米でこう試作したり握り方やったんですけど、白米食べ過ぎてちょっと具合悪くなってそうだよね、作ったやつで捨てるわけにいかないから。そうなんですよ。そっかそっか。実際玄米とこの白米どっちがちょっと人気あるってことって。そうですね、白米の方が人気ですけど、うんうん、玄米がもうじわじわ。あ、そうなんですね。はい、もうそうですね、米選べるとこ行ったら結構玄米選んじゃうんですね。ああ、嬉しいです。そうなんですよ、僕の方が。なんとあの普通の水の加減はどうなのかな、普通の水の加減と同じなのかな。白米と同じ。同じです。あ、多めなんだ。はい、多め、あの結構長く炊かないとやっぱり火が入りづらいので、多めに。あ、じゃあちょっと手をかけてやらなきゃいけないですもんね。そうですね、あと浸水を半日ぐらいさせなきゃいけなかったりとか。あ、そうなんだ。あるので。うるがしとく。そうです、そうです、うるがしとく。うるがしとく、うるがしとく、うるがしとく。へえ、面白いな、まあね、お米にもこだわってるということで、ここでですね、おにぎりの人気の具ベスト5を発表します。私が、はい、お巡りの、ベスト5、1位が鮭すじこですね、はい、これは2つ一緒に入ってる。そうです、鮭とすじこがどちらも入ってる、うん、欲張りなおにぎりですね。いいですね。はなちゃん、すじこ過ぎじゃんじゃないですか大好き、出すべ、鮭も大好き、うん、いいですね。でも2位が肉味噌昆布パセリって聞いたことないな。そうです、メニューで肉味噌、うん、あって、あと昆布もあるんですよ、うん、ありますよね。で、たまたまそれを私がご飯食べるときに、うん、あの合わせてどっちも持って食べたら美味しくて、うん、でパセリもちょっと入れたら、うん、あ、めっちゃいいなと思って、そこから、はい、おにぎりにして出した。パセリが効いてるんだろうな。美味しいです。初めて聞いた、うん、はい、これもオリジナルのね、うん、はい、で週替わりの特別メニューがあって、はい、すじこ明太子と。あ、やっぱすじこ人気ですね。すじこ秋田の方めちゃくちゃ好きですね。そうなんだな、なんでだべな、あのしょっぺーのいいんだよな、うん、でもあんまりまだしょっぺーば今ほら当たるっていうから、うん、当たるなだなあまあ健康にもね、うん、そういうのはまず今気使って食べるぐらいだけど、それでもやっぱりすじこぼだっこはすっからの定番だからね、おにぎりね、うん、梅干しはまあどこのうちでもあるから、うん、だけど、そうな、すじこってあの秋田でしかあれなんですね、あんまりその東京とかだと食われないみたいな。東京であんまりすじこってないです、ね、うん、いくらとかですよね。いくらなるんだ、うん、でうちあのすじこも2種類使ってて、うん、はい、あの新藤水産さんの、うん、酒粕で漬けたすじこと、あと高虎さんの甘口のすじこと選べるようになってる。いいですね、選べるのいいね。酒粕で漬けたすじこって食べたことない、うん、すごい美味しくて、あの日本酒の山本あるじゃないですか、うん、あれの酒粕で漬けたやつなので、すごい香りが良くて。確かに食べたことないね、うん、美味しいです。今食いたくて探したでしょおにぎりねえでがって今探したでしょ、はい、実はですね、今日はおにぎりのなんと試食を用意していただきました。はい、私手元にあります。はい、はい、こちら梅と鮭ですね。梅と鮭、はい、大変美味しそうでございます。もう海苔の匂いがめちゃくちゃする。いいですね。ボダコだよね。違います、甘口なんです。ボダとまだ違うんだ。ボダコ、ボダと鮭って違うんだか。ボダコってちょっと種別が違う。鉛でしょ、ボダコって。え、そうなの。え、違うんすか。違うよ。あ、違うのか。ボダコって秋田の人かすらないの。あ、え、秋田弁ってことじゃ。秋田でボダコ、うん、鮭のしょっぺぐさのボダコっていう。あ、なるほどね。しょっぺい鮭はボダコだ、普通の鮭は普通の鮭だ、うん、鮭は鮭、はい、はい、うん、油のだった、はい、そしてそして花ちゃんにも、はい、はい、なんと花ちゃんの試食が、花ちゃんの大好きな、はい、すんずこ、すんずこ、すんずこ、どうぞ、まず出てきて食べてください。ああ、美味しそうですね。待って待って、うん、すごい、あ、じゃあちょっと花ちゃん、すんずこ、すんずこ食べてみてください。食べがいいんですか、はい、食べてください。お願いします。食べてください。いかったな、花ちゃん。はい。うん。うめ。これ、本当に食べれる。ああ。うん。よかった。
めんな。よかったです。ありがとうございます。おにぎり評論家の花ちゃんから今好評を得てますけども、美味しい。うん、どうですか、お米の今日は白米ですね。今日は白米ですね。うん、はい。割とお米も柔らかめでなくちょうどいいめ。あ、ちょうどいい。だよな。難しいですよね、いろんなお客さんが食べるから硬さっていうところは、はい、まあ、平均を狙わなきゃいけないじゃないですか。そうですね、毎回ね、それを炊き方とかも。そうです、食うな花ちゃん、しかし、あ、しかし食うな、すんずこし、久しぶりだ。僕もいただきますね。これあれです、その酒粕のすじこです。あ、うん、そうです。どう、ちょっと違う、やっぱ甘い感じする。よかった、甘い、ごめん。めっちゃ食ったから。いやいや、じゃあ僕もいただきます。僕先いただきます。うんうん、あ、米がうめえ。鮭、うん、ボダコでねえからな。ああ、鮭甘い。うん、あの、ちょうどいい、本当にちょうどいい。あ、うん、しょっぱくもないし。へえ、米がすごい綺麗。鮭のおにぎりって知らない、知らねえって。まず普通、うん、ボダコだよな。ボダコ押すな。鮭、うん、とボダコ押すの、それ美味しい。美味しい。あ、本当にね、いや、米がすげえうめえですな。狙ってる、うん、うん。一粒一粒がね、すごい綺麗なんですよ。米がパリパリで。俺実家農家ですからね、一応うちも一応農家なんで米、ね、分かりますから。これはうまく炊けてますよ、本当に。よかったです。花ちゃん、もう一つ取っちゃって。はい、うん、はい、いいよ、もう一つが何だっけ、明太子。明太子ですね。はい、あ、これも美味しい。ね、いいよね。なんか大きさもさ、ちょうどいい感じだよね。うん、よかったです。うん、普通もっと大きいんだぞ。あ、普通、あ、お店だともうちょっとありますか。もう少し気持ち大きいですね。はい、うん。なので、あの、たまに、うん、あの、やっぱりコンビニサイズだと小さい飴なの で、 そうですよ、ね、はいはい、うん、たまに女性の方でも3個か4個頼む方がいるんですけど、あの、一応、あの、大きいのでっていう声はかけさせていただいて。いいっすね、花ちゃん、うまそう。おいしい。よかったです、うん、今日も昼ご飯いらねえな、うん、2つで、僕も結構2つで多分お腹いっぱいになりそう、ね、これにだからお味噌汁つけばもう最高だな、うん、それはとかっこ悪いわよ。あ、でもそういうのもあるんですね、漬物というか。イートインだとお店で食べると漬物もついてます、うん、テイクアウトだとついてないんですけど、いい、ね、これ食い終わるな、花ちゃん。このペースちょっとやめるんだ。はい、中川さん、もう一つは何、非常に、あ、僕はもう梅で、はい、梅、もう食べちゃおうか、梅もちょっと、うんうん、あ、いいですね。あ、ちょうどいい、ね、ちょっといいよ、塩気が効いてて、昔ながら のですよね、はい、酸っぱくてしょっぱいやつです。そう、酸っぱいんだこれ。うわ、このタイプ久しぶりに食ったな。そうなんです。でね、具がすごいいっぱい入ってるの。そうですね、こういうおにぎりはね、大好きなの。具はほら、ちょっとしか入ってる、うん、いや、あ、いえ、梅ほどは。ちょっと待って、映してないんで大丈夫ですよ。はいはい、何もでも舐めてけです、大丈夫です。そう、野菜、うん、はい、サイ。いや、ちょっと僕鮭派だったんですけど、この梅はめっちゃうまい。そうなんです、結構、うん、梅男性人気があって。いや、梅っす、これ。そうなんですよ、多分花ちゃんも好きだわこれ。うん、あ、昔のなんか梅干しの。あ、ほんと、うん、そうやって、まさか手作りでね、手作り使ってたんですけど、うん、人気が あってなくなってしまって、ちょっと今年のできるまではちょっと似た感じのものを使わせていただいてます。くじも拭いてね、うん、はい、はい、じゃあちょっとここで、ね、おにぎりクイズがあるということで、はい、と盛りだくさんですね、はい、ちょっとおにぎりクイズ、はい、じゃあこれちょっと花ちゃんに答えてもらうか、はい、花ちゃん、最もおにぎりが美味しくなる秘訣なんでしょうか。これね、おにぎり協会から のクイズなので、ちゃんとした教会から出てます、はい、それやっぱりグーダベガ。グーダベガ、グーダベガね、はい、グッと、なんかこうやっぱり握り方かな、握り方、うん、鈴木さんはどう思います、美味しくなる秘訣、うん、愛情じゃないですかね。そう、いや、そうなるんじゃないの。これは、うん、ええ、はい、じゃあ正解こちらです、うん、あ、ほら、やっぱりそうですよ、いい、うん、握り方とかテクニックもね、もちろん必要ですけども、やっぱりこう美味しいおにぎりを作るっていう秘
気持ちが大事ですね。あ、人が握るからおにぎりという考えのもと、おにぎりを感謝や愛情を伝える唯一無二のツールと捉えている。なるほどな、おにぎりっていいよな。最も美味しい、こんな最も、うん、美味しい、こういうの近頃あまり食べたことない、うん、そうね。普通ほらもう前はこういう具に、具がこう見せなかったよね、うん、おにぎり、ね、ああまあそうね、うん、基本コンビニとかのは見えないですからね、あんまり、うん、でも今こういうふうにしてこう具ちょっとああ食べたいっていう感じになるもんね、うん、もうしょっぱなから味していいですよね。ああそうですね、うん、目でまずね最初入っていくっていう、うん、とっても美味しい。いいね、久しぶりにこういうなんか人握ったおにぎり食ったけどうめえかったな、うん、アドアンズボンビね美味しい。いやよかったっす、大満足ですね。うん、ああそれでは、最後に、はい、後で食いましょう、はいはい、お店の宣伝や PR をぜひ視聴者の皆さんにお願いします。鈴木さん、あ、はい、はい、毎週水曜日に10時半から2時半まで亀の町アップトゥーユーでおにぎりを販売してます。でお店の方でゆっくり食べてほっこりしてもらうのが私たちはすごく大好きというか、うん、そういった姿をお客様に見せてもらうのがすごくあのいい時間だなと思っていますので、特に主婦の方とかはね、お米なかなか他の人が炊いたものだったり、うん、作ったものを食べる機会がないと思いますので、なんかゆっくり疲れた時にいらしていただいたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、うん、男性の方も、ね、気にせず堂々と、あ、そうです、はいはい、まず梅おにぎり食ってほしいな男衆には、うん、大変美味しかった。普通の梅ってあんまりスペード思うから食べないけど、うん、いやこれはいいよ、お母さんが梅って言うから本当の梅、これは梅っすわ、うん、今日ありがとうございます。ありがとうございます、はい。